スリーチャンネルご覧の皆さん、こんにちは。マリオ高野です。今回が始まった新コーナー、ちょっとスバリストのね、愛車拝見コーナーということで、今日たまたまこの群馬県の富士スバルさんの高崎店さんに来ると、じゃじゃん、このカー、クールグレーカーキの GDB が止まってました。これはちょっとね、かなり濃いスバリストが乗ってるんではなかろうかということで、ちょっとオーナーさんをご紹介したいと思います。それではこちらのGDB のオーナーさん、お願いします。こんにちは。こんにちは。スビーチャンネルをご覧の皆さん、群馬県の新井です。あ、群馬県の新井さんですか。そうです。どうもこんにちは。こんにちは。これクールグレーカーキですよね。そうです。限定色ですね。まあ、この子当時はなかったんですけど、まあ、僕 XV とかからだったかな。 XV とか旧型の BRZ とかで見て、あ、この色すごい綺麗だなと思って、まあ、やっぱりね、こう大人になって落ち着いたんで、こういう色でね。そうなんですね。結構スバルはいろいろ乗ってらっしゃるんですか。はい、そうですね。 GC8、 まあ初めサンバ乗ってまして、4駆じゃないです、リアエンジンリア駆動の二輪駆動のサンバ乗ってまして、でその後に、GC8、 ビビオと、はい、代々乗り継いでおります。なんか外国でもちょっとドライブしてたみたいですね。そうですね。今年もちょっとメキシコの方で GC8、 メキシコで GC8 乗ったり、はい、結構スバル、ね、もう大好きで、もう海外行っても、まあ、スバルというような感じでやってますけど。はい、はい、でこれは今の愛車と。そうですね。ということで GDB のこれは結構最終っぽいやつ。これは、はい、最終 F 型だったと思います。はい、最終型の1個前ですね。そう、1個前、はい、なるほど。を、全塗装されて。そうです。ちょっと車高がちょっと上がってるように見えますが、これどうですか。これはグラベルショックっていう、はい、ショックアブソーバーサスペンション入れてまして、はい、結構車高が少し20ミリ、そうです、そうです、上がってるんですけど、まあ、これだけ上げとけば、まあ、我らスバル四輪駆動が売りですよ。そしたらこれだけ車高を上げてこれだけやってたら、もうどこでも行けるじゃないですか。もう無敵と。そうです。雪でも泥でも何でも行ける。雪でも泥でも何ならこれ川渡りもしてるんで、そうなんです、ね、全然問題なく、なかなかワイルドでございます。どこにでも行ける。もうこれキャンプカーなんです。僕のキャンプカーね。これにまあいろいろキャンピングセット積んで、夜な夜な山に行ってキャンプしてサウナしたりとかやってます。ドラム缶のお風呂で。あ、そうです、そうです。はい、そういうことされてると、はい、キャンプブームですけどね。キャンプブームですから。なるほどでございますね。もうなんか見た目パッと見ノーマルっぽいですが、車高が上がってる以外は、はい、結構中身どうなってるんでしょうかね。エンジンが、はあ、あ、見ます。ちょっと見ていいですか。はい、ちょっとまずあれですね、見た目ノーマルですよね。そう、見た目ノーマルなんですけど、はあ、バイパー付き、まあ、パッと見ノーマル、できればホイールも全部ノーマルにしたいなと思ってるんですけど、はいはい、実はインタークーラーが VAB 用を使ってて、でかいやつ、はい、純正だとこのぐらいまでしかないんですけど、まあ、VAB を使ってるんで、まあ、50センチぐらい、はい、でかくなってるんで、まあ、容量はアップしてる。余計冷えた空気を取り込めるっていうところでは、なるほど、まあ、かなり貢献してます。で GTHKS の GT3 タービン、 GT3 タービン、はい、なるべくこうね、パッて見て見えないところを改造したいんで。見えませんね。そうなんです。なるほど。で GT3 タービンが入ってて、で、まあ、メタルキャタライザーが入って、メタルキャタライザー HKS、 はい、そうです。で、はい、サクションパイプは透明さん の、 パイプを入れてるんですけど、はい、これが結構効くんですよ。純正だとここがこう曲がってるんで空気の流量がちょっと少ないんですけど、うん、はいはいはい、これ結構径が大きいんで、STI でも出てたじゃないですか、一時期。はいはい、あれと同じぐらいの容量があって、はいはい、ブーストの立ち上がりがすごい速くなります。いい。なるほど、はい、これ交換する作業結構大変なんですよ、これね。そうです。でも苦手です、私。もう使う予定がなかったんで、純正はもうぶった切って、はい、これだけスポッて入れて。なるほど、はい、楽ですね。そうです、そうです。ということは結構パワーが、ピークパワー結構出てる感じ。これ380馬力ぐらい出てますけど、全く伝えきれないですね、ありすぎて。あ、そうです。タイヤがまあ、普通のノーマルタイヤなんで。なるほど。全然ハイグリップタイヤとかは履く予定もないですし、なるべく快適なところを、なるほど、はい、やりたいなと思って。でも早そうですね。そうなんです。なるほど。そっちコンピューターなんかどうなってるんでしょう。コンピューターは実は自分で書き換えて、自分で書き換えた、アンチラググループ N の GDB 当時の、要は PWRC あったじゃないですか、はいはいはい、プロダクションカーの時 の、純正 EC の中にアンチラグっていう項目がもともと入ってるやつを封印を解除してます。そうか、自分で書き換えて、グループ N 用に最初からあるんですね。そうです、そうです。それをこう中で書き換えて、はい、でそれでアンチラグとか入ってます。さすがこうラリーのなんかベース車って感じですね、はい、
なるほど。あんまり使うことないですけどね、普通に走ってると。ご自分でやっちゃった、それも全部、はい、そんな結構得意なんですね。いや、もうだいぶいろいろな車やってます。次は GC8 やろうかなと。そうなんですね、思ってる。 GC もお持ちと。そうです。なるほどですね。綺麗ですよ GC。 いや、パッと見ね、ノーマルで色だけかなと思いきや、はい、バカッパや、そしてグラベル、なるべくノーマルっぽく見せて、はい、こう変にこう煽られてもバビュンと、はい、なるほど、ちぎれるような仕様にはなっています。まあ、多分どのまででも全然ちぎれるような気がしますが、波のドライバーでは全く追いつけないような気配を感じますけども。いやいやいや、なるほどでございますね。そうなんです。割とこだわりの一台。なるほど。普段の、まあ、足車というか、そうです、これで愛車と、はい、いいですね。だからこの年代にしてはヘッドライト綺麗ですね。実は自分で、あのめちゃくちゃ磨きました。やっぱりこの年代のって、うん、黄ばんでくるんですよ。絶対黄ばむんですよ、はい、今だいぶ綺麗になってますけど、うんうん、すごい黄ばんでてクリアも剥がれてたんで、はい、もう1時間かけてこう3000番ぐらいまで、初め150番からこう磨いて、細かいので3000番まで磨いて最後クリアで綺麗に。あ、でもここまで綺麗になるんですね。そうです。でもめっちゃかかります。1時間汗だくで。でも1時間でできたんだ。こうもうなんか砥石職人じゃないですけど、すごいですね、はい、もうでも愛情と手間暇をかけた、愛情と手間暇をかけた。なるほどでございますね。でもやっぱライト綺麗だと、まあまあ普段からも乗りたくなりますよね。そうですよね。これで変になんか汚いと、これ口元ね、やっぱりなんか古い車っぽくなっちゃうんですが、これでシャキッと。そうです。なるほど。いや、いいですね GDB ね。いいでしょ。はい、後期型。そうなんです。なるほど。内装は割と、まあ、そのまま。はい、内装、まあちょっと中が今いろいろ物を買ったんで汚くなっておりますが、はいはい、よいしょ。ああ、すいません。あ、いいですね、この時代ね、ブルーのシートで。そうです、そうです。だからもう内装も、ね、純正ですね。まあ、はい、気づく人は、うん、あのシフトノブが VAB じゃないのみたいな。シフト、あ、本当だ。シフトノブだけ VAB ですね、はい。なるほど。気づくんですけど、それ以外はもうなるべく純正流用ですね。そうです、そうです。おお、いいですね。なるべくこの車は純正で綺麗に乗りたいなっていう。なるほど。リアシートも全部残ってます、ね。おお、本当だ。こんな感じです。結構綺麗ですね。はい。すごい綺麗に。ね、シゲル工業この時代からブルーのこのね、ドアの内張りやってたと。そうなんです、ね、アルカンターラっぽく。なるほど。いやいや、これはなかなかで、ブレーキなんかは、まあ、ノーマルですか、ね、そうですね。なるべくノーマルを崩したくないので、はい、締めさせて、はいはい、全部ノーマルで、ノーマルで、まあ、だからホイールも次は、GRB とか GVV が入ってたあの STI のオプションの白いのあるじゃないですか、はいはいはい、あれに変えたいんですよ。お、なるほどです。あれを今日帰りがけに富士スバル綱取り店で注文して帰ろうかなと。なるほど。そういうことだったんですね。そういうこと、注文の帰りでしたから。そうです、そうです。なるほど。へえ、いや、いいですね。そうです。これはもう、はい、パッと見純正だけど、はい、おやおや、なんか違うぞと、っていうのがコンセプトですね。ちょっと煽った日にはもう遥か先行ってしまうような。そうです、そうです。そういうイメージで。なるほどですね。リア周りはどうでしょう。リア周りはでも普通ですよ。マフラーはもうこれ STI ゲノムマフラーで。STI ゲノム、あ、懐かしい。そうです、そうです。あの、だから全然マフラーも変えてないですし。なるほど。まあ、リアスフォームね、まあ、これノーマルですよね。そうですね、純正のままです。はいはい。なるほど。あとは特に変わったところは全然ないかな。でもそんなには、もうここからそんなにいじる予定も、はい、そんなにはない。そうですね。ホイールぐらいですか。ホイールぐらいです、ね。ホイールとブレーキかな。はい。ホイールと、まあブレーキはオーバーホールして、あのブレンボのブレーキそのまま残してもいいかなと思ってるので。ほう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 。はい。いやいや、これはちょっとなかなかね、非常に、そうです。愛がこもった。愛のこもった。スバリストの愛をすごい感じさせる一台でございます。はい。では群馬県のスバルファンの新井さん、どうもありがとうございました。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございました。はい、またどっかで会う機会があると思います。あ、そうですね。またぜひ、はい、よろしくお願いいたします。群馬県の新井さんでした。ありがとうございました。はい。